サンジェルマン・アンレー城を地図、サント・シャペル・サンジェルマン・アンレー城は、フランスのパリの西方19キロメートル、イブリーヌ県のサンジェルマン・アンレーのコミューンにある、王宮である。今日、城には、国立考古学博物館が入っている。最初の城は、オートリデ・グランド・シェイ・ティレイと名付けられ、ルイ6世により1122年頃に現在地に建設され、1230年代に、 ルイ旧世により拡張された。城にある三類教会は、ルイ旧世時代のもので、フランス語シック建築の霊予難式に分類される。1238年の検証で、ルイ旧世は定期的に礼拝に通うようになった。これは、王宮内に教会が建設された初めての例である。このサントシャペル教会は、聖経館や、聖十字化を収めるための場所であった。 その設計と建築は、後に、セール洋が1240年から1248年にかけて、パリのパレド・ジュスティス内に建築した有名なサント・シャペルを予感させる。両教会の建物は、ルヨ記に入りの建築家、ピエール・ド・モントルユによる。彼は、サンジェルマン・アンレー城で成功した構造上の手法を、パリのサント・シャペルでも採用した。神道は一つで、そのは、 シュベで終わる。壁のほとんどの部分は、最上部まで厚みのないガラス窓で閉められる。窓と窓の間は、外側大きな控え壁に支えられている。ボールとの先頭アーチは、ベの間の円柱に乗り、円柱の土台は、低い位置で独立したアーケードの背後に位置する。このように、内部には何らの支柱もなしで、開放的な大空間を生み出している。 多数の窓も金属製の部品を壁の構造に組み込み、石の安定性を支えるというピエール・アルメの技術に支えられている。西の壁はゴシックのレイオナン式のバラ窓で飾られている。1238年にボードアン2世がルイ王に生遺物の景観を譲り渡したのはこの教会であり、パリのサント・シャペルが1248年4月に封建されるまで、 生物はこの教会に保管されていた。城は1346年、エドワード・クロ大使に火を放たれ、ゴシック建築の教会だけが、中世の時代から現代まで残されている。1360年代、古い基盤の上に、シャルル・五世は、旧城車島ビューを再建した。中庭の角にある、階段島現在の城に残る、最も古い部分は1539年に、 フランスは一世によって再建された箇所であり、その後、幾度かにわたって拡張されている。1547年7月10日、清掃から生じた敵対関係は、この城を舞台に、ついに流血の事態を迎えた。全評判に反して、第7代ジャルナック男爵、ギー・シャボーが、シャテニュレーの領主、フランスをアドビ・ボンヌに勝利、ジャルナックの戦いを引き起こした。アンリ2世は、 城の隣にフィルベールドロームの設計による新しい城、新シシロルシャトーヌフを建設した。エティエンヌ・デュ・ペラック監督のもと、新シ城シは斜面の上に建設された。その斜面は傾斜した大きなテラス3つを形作り、そこからより小さなサブのテラスへも抜けられた。テラスの先は線対象型になった階段と傾斜路で、その対象軸は、 セーヌ川の河岸までつながっていた。このデザインは、バニャヤにあるビラ・ランテから、多くのヒントを得ている。ビュージュ・シャートンフ・デストリート・ジャーメイン・イ・エヌ・レイ、イスラエル・シルベストル作のエッチング。ルノートルによる1660年の改装以前の、テラスが記録されている。サンジェルマン・アンレイ上の庭は、フランスに導入されたイタリア式庭園の一つであり、フランス式庭園の基礎ともなった。 元来、城は防御のために、わざわざ難しい土地を選んで建設される。城との因果関係をもとに配置されるパルテルテとは異なり、新しい庭では、パルテルで、砂利道、噴水と、鉢、様式を踏まえた植栽が正確な線対象のデザインに整えられ、その対象軸は建物のファサードの対象軸にきちんと揃えられている。このような様式は、 1650年以降、アンドレル・ノートル作の庭でその絶頂期を迎えた。クロード・モレのデアトル・デ・プランズ・イジョ・ディの字によれば、パルテ・ッテは1595年、アンリ四世のために、モレが設計した。モレは姉で経験を積み、王室庭師の検問の創始者となった。モレが、サンジェルマン・アンレー城に設計したパルテ・ッテの一つを、オリビエ・ド・セールが、レ・テアトル・ディ。 アグリカルチャーイマズニッジでチャンプスに見ることができる。またシャトーヌフと一連の素晴らしいテラスの全体像を、1614年、トマソ・フランチーニ作の掘り版で見ることができる。シルベストル作、新城の最上階テラスの眺め。指的許容として放置された有様が描かれる。城は、ラー、エーセンサンジェルマン安イ駅に近く、サンジェルマン安イの街の中心にある。 ルイ14世は1638年、サンジェルマン・アンレー城で生まれた。デューペラック時代の擁壁の一つが1660年に崩れており、ルイ14世は1662年、庭の修復を行った。成長したルイ14世は1666年ここに宮廷を開いたが、彼は宮城の方を好んだ。新城は打ち捨てられ、 1660年代に破壊された。1663年から1682年の間に宮廷は完全にベルサイユに移り、彼が不運なニコラ風景から引き継いだルイル・ボー、ジュール・アルディアン・ンマンサール、アンドレル・ルノートルのチームは古い大建築物をよりふさわしい景観にしようと努めた。ルノートルは1669年から1673年に、 かけて庭を回収し 2.4km の長さに及ぶ石造りのテーラスからはセーヌ川の谷や遠くにパリの街を眺めることができた。ルイ14世は名誉革命のため1688年にイングランド王ジェームズ2世が英国から亡命してくるとこの城を彼に提供した。ジェームズ王はこの城に13年の間寄居し、この間に 娘ルイーザ・マリア・テレーザ・スチュアートを設けている。ジェームズ王はサンジェルマン教会の近くに葬られた。妻のメアリー・オブ・モデナは城に留まり、1718年にそこで没した。息子のジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートは1716年に城を出て、最終的にはローマにを構えた。多くのジャコバイトはフランス革命が勃発した1793年に、 城を去った。ジャコバイトの多くは、かつてのジェームズ2世の宮廷のメンバーであり、城の管理者であるノアイエ公爵は、恩給受給者である彼らの死によって、木内の居室が開くと、その未亡人や子息たちに部屋を引き継がせた。サンジェルマンに置かれたジャコバイトの亡命団は、1750年代は、まだ優勢だったが、周囲の敵意をかき立ててもいた。 1766年に保護者だったノア・エコーシャクが亡くなると、英国の優位性は瞬く間に失われ、フランス人に居室が与えられた。スチュアート町の最後の住人はテレーザ・オコンネルで、彼女は1778年に死去した。フランス革命時の1793年、政府により城が接収されて、居室を放築された時点で、英国スチュアート町最後の直径は、 大多数がフランス系の名を名乗っていた。19世紀にはナポレオン・ボナパルトが騎兵隊将校の訓練所を城に置いた。1862年にはナポレオン3世がウジェーヌ・ミレーによる修復を開始した。1867年には国立考古学博物館が置かれフランスの考古学資料を展示している。1879年にミレーが死去すると オーギュストラホイエが修復の責務を引き継ぎ、1889年まで継続した。彼とその後継者、オノレダウメが目指したのは、フランスは一世のフランスルネサンス様式を再現することであった。1919 19年9月10日、城を舞台に、第一次世界大戦連合国とオーストリア第一共和国の間に、サンジェルマン条約が締結された。 1940年から1944年にかけてのドイツ占領の間、城はドイツ軍にフランス本部として使用された。2005年、博物館は国立考古学博物館ムーゼイ・ディ・アーキアロッジ・ナシアナルと改名された。その収蔵物には旧石器時代のものからメロビング朝時代のものまで含まれる。ありがとうございます。